この時代に生まれたからこそ良かったなという思いがたくさんあります。おはようございます。関野康弘です。本日も名言を取り上げていきます。本日の名言はですね、松下幸之助さん、松下幸之助さんの名言で、自らも楽しみ、人々にも喜びを与える、大切な人生をこうした心構えで送りたいということでですね、松下幸之助さんのプロフィールをお伝えしていきたいと思います。松下幸之助さんは日本の実業家、発明家、技術家、パナソニック、旧社名松下電器製作所、器具製作所、松下電器製作所、松下電器産業を一代で築き上げた経営者である。異名は経営の神様。その他、PHP 研究所を設立して倫理教育や出版活動に乗り出した。さらに晩年は松下政経塾を立ち上げ、政治家の育成にも意を注いだということでですね、松下幸之助さん、まあ有名な方ですけれども、本当にそうですよね。自らも楽しみ、人々もにも喜びを与える。まあ、幸之助さんはその家電というものでですね、自らを楽しみですね、人々に喜びを与えました。まあ、水道哲学とか言われますよね。私もそうなんですよね。この YouTube を通してですね、まあ、一人でもね、一生懸命、今日も頑張ろうという気持ちになっていただければなと思っております。まあでもね、閲覧時間はどうしてもね、夕方、夜になっちゃうので、本当はおはようございますと言ってるんですけども、ちょっとおかしなお話にはなってですね、まあ疲れた人にですね、まあこんなに頑張ってるような放送してもね、まあ疲れてるんだよと言われるのかもしれないんですけども、明日の活力にね、していただければなと思っております。はい、楽しみありますでしょうか。私、この YouTube 撮ること楽しみでですね。まあ、ここ最近はですね、ラジオもやったりだとか、まあ、ブログ書いたりだとか、まあ、これから本書いて、どうやって本を書いていこうかなとか、すごくね、たくさん、この自分の楽しみがあります。そしてですね、その楽しみの中でですね、皆さんにね、一つでもね、こう、元気になっていただければなと思っております。全然、私、有名人でも何でもないですし、ここまでね、いろんなことができるようになったのっていうのは、本当に、いろんなプラットフォームのおかげです。はい。自分でこう、プラットフォームを開発していったら、もう時間なくて大変ですけれども、ね、この時代に生まれたからこそ、良かったなという思いがたくさんあります。だからこそね、皆さんにこう、お伝えしていきたいという気持ちがあってですね、毎日放送しておるんですけれども、どうも、ここの名言、最近の名言なんですけれども、どうも重複してるような感じがしてですね、いつも思ってるんです。はい。まあ、それでもね、フリートークで喋ってますので、まあ、その時その時思った言葉で話してるから、重複してても全然違う言葉で喋ってます。まあ、ここまで聞いていただけるかどうかはわからないんですけれどもね、一生懸命ね、伝えていければ、いいなと思っております。うん。松下幸之助さん。私はまあ、亡くなられて30年以上。まあ、いろいろ言われてましたけれども、でも、尊敬する経営者の一人です。はい。すごく今でもね、勉強させてもらってますし、まあ、乗り越えられるかどうかはわからないんですけれども、幸之助さんの、ね、後ろをついていって、いつかは抜けるような、ね、人間になりたいなと思っております。本日も一日よろしくお願いいたします。動画を見ていただきありがとうございます。チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。